李昭和は、新末民発の政治家、革命家。新末に、中国同盟会に加入した、革命派人士である。しかし、民国初期には、遠征外の皇帝即位を支持する光安会に、加入した。名は、柱中だが、字の昭和で知られる。別号は、大筆都市。調査休事書院で学んだ後、阪神活動を開始する。1904年。 交換会を組織した。まもなく、交換会は、高校、陳天からが組織した、花協会の外閣団体となる。李正を洗は調査で放棄を図ったが、失敗に終わり、李は、法教学童教員に転じる。李はその後も、革命派人士と放棄を二度図ったが、いずれも失敗に終わる。1906年、上海に逃れた。上海では、東成明と知り合い、 幸福会に加入している。李昭和は、さらに密かに、日本へ入国して、警官学校で学習し、高校の紹介により中国同盟会に加入した。李は、南洋で教師を務める傍ら、同盟会の宣伝活動に従事している。また、家教の間で、同盟会への支持を呼びかけ、南洋各地に分会を設立した。しかし1909年9月、 南洋での活動経費をめぐって、党成明と孫文が対立し、党が同盟会を離脱して幸福会を復活させた。このため李昭和も幸福会に南部執行員として加わった。ただ、李は高校との関係も深かったため、南洋での活動につき、同盟会と完全に決裂することはなかった。その後も革命派の資金収集に努める傍ら、 機会を見ては帰国して、革命派の放棄に参加している。1911年10月、武将記事が勃発すると、李昭和は帰国して、革命派に参加した。李は、霊元広氏から長江した遊ぶ小東氏に任命され、上海の陳その日を救援している。11月、陳が一時新軍に囚われると、李は即座に部隊を率いて、陳を救出するなどし、 古軍と特府成立に大きく貢献した。さらに、武漢の革命派が窮地に陥ると、李は、遠隔軍総司令として、救援に向かった。1912年、南京に中華民国臨時政府が成立すると、李昭和は、幸福軍北伐総司令に任命された。しかし、遠征外が臨時大総統になるとともに辞任する。4月、高校から、 超高水質総指令に任せられたが、これも間もなく辞任した。以後、李昭和の政界への関与は差したるものではなかった。しかし1915年、陽宅からの要請に応じて、李は、遠征前の皇帝即位を支援する光安会に、加わっている。その一方で、サ津ツの北京脱出を密かに支援して、これを五国戦争に参加させるなどの動きも見せており、 李のこの時の行動の真意は定かではない。結局遠征外は、五国軍や繁栄世論に屈する形で、皇帝即位を取り消し、翌年6月に死去する。蔡津原への支援や革命時代の功績により、李昭和が罪に問われることはなかった。それでも、李は、残機に耐えないとして、完全に陰性し、二度と政治には関与しなかった。 1927年8月16日、故郷の安価県で死去。去年55。ありがとうございます。